はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。今回は3位のメソレナーですね。これは勝たねば、ここに勝つことが上位への切符となると思っていいと思います。第6節ですね、お楽しみください。はい、では試合やっていきましょう。選手と弱い選手が混ざり合ってますね。これが果たしてどう出るか。一応あのホームなので、勝率はリードしてますが、果たして。さあ、キックオフです。早くもピンチを陥っております。恐れてますね。お、うまい、サツキ飛び込むが、これはちょっとフラスコが強いんですよね。萌え、おーと萌えが突っ込んでいくが弱い、弱いです。チャンスだったのに。はい、あーっとちょっと流れた。パスの正確さは大事です。ここは気をつけないといけない時間。あーっとインターセプトされた、これはやばい。みゆきが必死にかわしに行きますが、スタッフ必死のクリア。フラスコが当たったのかな、こちらの選手に。まどか、ナイス。さあ、これはちょっと厳しいか。さあ、インターセプトならず。おっと、うまい、冷静な判断。さつきが抜けようとするが、彩香がうまくキープしてまどかにつなぎまして、おっと、これも流れた。守備がとにかくメソレナハが強い。さあ、これはナツキが直接キャッチ。キーパーチャージがかいくぐる。さあ、クルミ反対側にサツキに通った、飛び込めるか、クルミ。やちょっとやっぱり厳しいか、相手守備のマークも厳しい。インターセプト。さあ、これが多分前半ラストチャンスになりましょうか。さあ、これは難しいぞ。くるみがまだ取る。しかし結局は結構疲れがみんな溜まってますね。まあ、やっぱり中盤を中心に変えることになりそうです。さあ、誰変えようかな。これ、何がこれ、まあ、名前が何かな。もう一人は、ちゃんみお。右サイド。こうかな。
さて、行きましょう。後半戦です。一気に3人変えます。かなりタフな試合になっております。右から左へ攻めます。さあちょっとやばいな、これ守備は守ってるが、ここは夏木、好判断かな、思い切った判断、リスクを背負って、取りに来ました。さあ緑チャンス、先取点。お見事です、緑。いいぞいいぞ、リードリード。マドカがセンタリング、ここに緑が、ナイス緑、緑緑緑ですね。さあ相手の攻撃、ファールか、あのファールじゃないですね、ノーミスル。相手はなぜか変えてないんですね、選手を。なかなか、おっと重ねがしぶとい。さあ踊らされます、それがピンチ、夏木がキャッチです。さあ前半も半分が過ぎました。緑、これは決まらなかった、決めません。出ますね、こちらボールをスローインです。あと20分を切りました。出ますね。さあ入っても多分かなり疲れてるはずですね、ね、かなり疲れが、球、あーっと、どうした、一瞬の隙をつかれた。横に行ったら、守備が動けなくなってますね。こちらもかなり疲れていますね、よく見れば。さあ残り10分、マノに取られてしまった。マノまだ元気なんですかね。勝ちたいかな、趣味がとにかく硬い。速攻です、ミエクサパンチング、ミユキ、もうほとんど時間ないですね、気がつけば。危ない、さあ勝つ見込みはまあない。早く試合終了です。1対1を引き分けですね。なかなか勝ちを届けできず申し訳ないです。負けてはいないんですけどね。これですね、緑見事でした。かいくぐって、これチャンスだったんですが、これはやっぱり厳しかったか。そしてさあ波木が一気に上がってきて、なんともないセンタリングだったんですが、守備が反応できず棒立ちですよね。そして終盤すごくピンチが続きます。こちら陣内を戦いばっかり、これも弾いてしまいます。
そして最後の小川彩香がうまくクリアしまして1対1の引き分けとなりました。でも押されてますね。ボール支配率は上回ってるものの、シュートが完全に相手の本数が多いです。さあこれで1対1の引き分けですね。6位ですね。2勝1敗3引き分け8点9、首位乗りますよ。大阪とは7点差、これは2位を狙うしかないかな。というわけで、今回も勝てずじまいっていうことで、引き分けが富山宮城で勝っていない引き分けが連続で続きますね。次はフォルティーヌ浜松です。10位ですが強いチームだと思います。油断せずに頑張っていきたいと思います。なんせね、連戦が続くんでね。5月3週まで厳しい戦いになるかと思いますが、しっかり勝っていってですね、いきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。オファーがある。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。